イングリッシュ・シェパード・ドッグ・イングリッシュ、シェパード・ドッグとは、イングランド原産の牧羊犬種である。もともと作業犬として使われていたため姿に、ばらつきがあり、アメリカ原産なのにイギリスという犬種名はよく、ないという論議が行われたりするため、この頃アメリカ国内で話題の的になりつつある。この犬種は作業用の牧羊犬である、ワーキングコリーの最後の生き残りであると言われている。 アメリカにイギリスから初めての移民が来た時に連れて来られたワーキングコリーが元となりアメリカで改良されてできた犬種である。それが今日まで牧羊犬として生存しイギリス由来の犬種であるためイングリッシュシェパードドッグと呼ばれた。しかし由来こそイギリスであるがアメリカで改良されて イギリスのワーキングコリーとは別の犬種に発展したため、イングリッシュという犬種名を関するのは良くなく、原産地を誤認する原因にもつながるので、解明すべきであると指摘されている。それにより、ファームコリー、オールドワーキングコリーなど、多くの候補が出されているが、2009年現在、まだどの犬種名に解明するかは決定していない。イングリッシュシェパードドッグは、 ほとんどが牧羊犬として使われているが、アメリカの南部では、ツリーイングドッグという木の上に獲物を追い詰めて主人に銃で撃ってもらって仕留める北米独自の狩猟にも使われている。また、穏やかな性格のため、ペットとしても人気がある。とても古い犬種ではあるが、多様な外見のため、アック、フシーには未公認の犬種である。ただし、UKC には、 犬種として公認されていて、日本にも、数頭が、ペット用、牧用犬用として輸入されている。外見は多様だが、コリータイプの犬種で大まかな姿は、がっしりさせた、ラフコリーといったところである。マズルは短く、頭は大きい。耳は垂れ耳、または、折れ耳であるものが多いが、立ち耳、半立ち耳のものもいる。尾の形も指定がないが、 サーベル型のタレオのものが多い。コートは、ツヤがあり、ロングコート。コートタイプは、直毛のものとウェーブ状のものがある。毛色も特に指定はなく、瞳の色は、ブルー、ブラウン、またはそれらの倍い体高46から61センチメートル、体重16から41キログラムの大型犬。性格は明るく優しく勇敢である。また、 子供と遊ぶことも大好きなため、一般家庭での飼育も非常に簡単である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役生分道振興者、2007年。ありがとうございます。